はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原明です。今日は偏差値65Aの国語、今日はね、小宮一慶さんの神様のサービスというね、論説文を読んでみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元をいつでも、どこでも、何度でもをコンセプトに、作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。さあ、これね、テーマはね、いいサービスと悪いサービスということなんです。まず最初に悪いサービスが出てきます。さあ、では早速読んでみましょう。もう一例、私が愕然とした悪いサービスについてお話しします。家族でファミリーレストランに食事をしに行った時の話です。そのファミレスのある場所は、私がこの近くに引っ越してきてから18年の間に、お店の名前が4回変わっています。あまり長続きしないお店が多いのは、駅から離れ住宅地の片側1車線の道路沿いにあるなど、立地があまり良くないことが原因の一つだと思います。またこれまでの3つのお店も、週末は近所からや車で来る家族連れで混雑しても、平日の夜に集客できないことがネックになっていました。しかし、現在営業している4店舗目のこのファミレスは、平日どころか週末もさほど混んでいる気配がありません。どうしてかなと最初は思っていましたが、理由はほどなくわかりました。接遇が悪いからです。例えばこんなこともありました。私たち家族が食事をしていたら、新しいお客様が来店されました。お客様は若いご夫婦で、ご主人が生後まだ数ヶ月であろう可愛らしい赤ちゃんを抱いていました。すると年配のウェイトレスさんは、いらっしゃいませと言った後、なんて続けたと思いますか？お二人様ご来店です。と言ってお客様を席まで案内したのです。お二人様、私は我が耳を疑いました。何かの間違いかと思いました。この店では入り口のウェイトレスさんが人数を叫ぶと、それを聞いた別の店員さんがお茶やおしぼりを持ってくるようになっています。その後、別のウェイトレスさんが運んできたお茶もおしぼりも当然2名分でした。この瞬間、私はこのお店は近いうちに間違いなく潰れるなと確信しました。この例の場合、何か悪いのか言うまでもないもないとは思いますが、赤ちゃんを人数に入れないとはどういうことでしょうか。あまりにも失礼だと思いませんか。人数は3名です。当然お茶やおしぼりも3名分用意しなければなりません。ちょっと気の利く店なら、赤ちゃん用のお飲み物はお茶ではなくお水にしましょうか、とご夫婦に聞くぐらいはするはずです。おそらくファミレス側は、食事をするのは、つまりお金を払ってくれるのは2名と結論付けているのでしょう。しかし、この発想にはお客様の立場に立ってという視点が一切ありません。完全にお店の都合です。実際には赤ちゃんにはおしぼりもお茶も必要ないかもしれません。しかし、若いご夫婦が一緒に連れてきた赤ちゃんは、このご夫婦にとっては大切な子供です。それを人数に入れないなどというのは、どういう神経をしているのかと思います。店にとっても間違いなく大切なお客様の一人と考えなければいけないのです。その意識があれば、おしぼりもお茶もお出しするのは当然です。しかも、おしぼり一つ、お茶一つ余計に運ぶことぐらい、大した手間にもコストにもならないはずです。それすらできないというのはどういうことでしょうか。このファミレスと対照的なのが、オリエンタルランドが経営する東京ディズニーランドの中にあるレストランです。東京ディズニーランドはお客様志向が徹底していることに定評があります。今からお話しするこのレストランの対応の事例は、以前他の本でも紹介しましたが、お客様の立場に立つというのがどういうことかを示すお手本のような好例です。私はこの話を聞いたとき、本当に感動しました。ある若いご夫婦が東京ディズニーランドにやってきて、お昼時にレストランに入ったそうです。ウェイトレスさんは当然2人掛けの席に案内しました。するとご夫婦は、お子様ランチを2つくださいと注文しました。ウェイトレスはマニュアル通りにこう答えました。お客様、
お子様ランチは6歳以下の子供様向けのものです。大人の方には量が少ないと思うので別のメニューはいかがですか。ここで明らかに落胆された様子のご夫婦を見て、ウェイトレスさんはこう聞きます。お客様、お子様ランチを注文なさるのは何か理由があるのですか。するとご主人が生まれてすぐに亡くなってしまった子供がいたこと、その日は亡くなった子供の誕生日であること、東京ディズニーランドに3人で行くのを夢見ていたこと、生きていたらお子様ランチを食べさせてあげたかったことを話し始めたのです。ここでウェイトレスさんはどんな対応を取ったと思いますか。失礼いたしました、お客様、ご案内するお席を間違えておりましたと、2人をファミリー用の席に案内したのです。さらにファミリー用の席の一つを子供用の椅子に変更し、亡くなった子供たちの子供のためのお水を含め3つのコップを並べました。そしてお子様ランチも3つ運ばれてきたのです。ご夫婦はどれほど嬉しかったことでしょう。これこそがお客様の立場に立ったサービスです。お客様の事情を察した途端、たとえマニュアルから外れることになっても最も良いと思える選択をしたのです。機転の利く素晴らしい対応だと思います。お子様が目の前にいるにもかかわらず2人分と平気で言うファミリーレストランと、お子様がそこにいなくても3人分を用意できる東京ディズニーランドのレストラン、その接客は天と地ほど差があるだけでなく、企業の根本的な姿勢の違いを表しているのです。私は経営コンサルタントを仕事としていますが、ビジネスって本当に素晴らしいものだと思っています。それぞれの人が仕事を通じてお客様や周りの同僚などに喜びや感動を与えることができるからです。ここに掲げているのは接遇の事例ですが、すべてのビジネスシーンに当てはまります。さあ確認してみましょう、ね。サービスが非常に良くないレストランとサービスが素晴らしいレストランの違いですね、これね。さあじゃあ、いきます。さあもう一例、私が愕然としたサービスの悪い、レストランについてお話ししますと、さあ家族でファミリーレストランに食事を行きました。そのファミレスのある場所は、私がこの近くに引っ越してきた18年の間に、なんとお店が何回変わっていますか。そう、4回変わっています。あまり長続きしないお店が多いのは、駅から離れ住宅地の片側一車線の道路沿いにあるなど、立地があまり良くないことが原因の一つです。またこれまでの3つのお店も、週末は近所からや車で来る家族連れで混雑しても、平日の夜に集客できないことがネックになっていました。しかし現在営業している4店舗目のこのファミレスは、平日どころか週末さほど混んでいる気配がありません。さあどうしてかなと最初は思っていましたが、理由はほどなく分かったんです。さあ何が悪かったのですか。そう、接遇、これ接遇っていうのは、おもてなしがなってないということです。例えばこんなことがあったんです。私たち家族が食事をしていたら、新しいお客様が来店されました。お客様は若いご夫婦で、さあご主人はどんな人を抱いて入ってきましたか。そう、生後まだ数ヶ月あろうかという、そういう可愛らしい赤ちゃんを抱いていたんです。さあ年配のウェイトレスさんは、いらっしゃいませと言った後、さあ何人様のご来店だと叫んだんですか。そう、お二人様のご来店ですと言ったんです。そうやってお客様を席まで案内したのです。お二人様、私は我が耳を疑いました。何かの間違いかと思いました。この店では入り口のウェイトレスさんが人数を叫ぶと、それを聞いた別の店員さんがお茶やおしぼりを持ってくるようになっています。その後別のウェイトレスさんが運んできたお茶は、当然おしぼりも何名分しか持ってきませんか。そう、2名分です。さあこの瞬間私はどう思った。そう、このお店は近いうちに潰れるなと確信しました。この例の場合、何が悪いのか言うまでもないと思いますが、赤ちゃんを人数に入れないというのはどういうことでしょうか。あまりにも失礼だと思いませんか。人数は3名です。当然お茶やおしぼりも3名分を用意しなければなりません。ちょっと気の利く店なら、赤ちゃん用のお飲み物はお茶ではなくお水にしましょうかと、ご夫婦に聞くぐらいはするはずです。
さあ、おそらくファミレス側はなんで2名と思った、2名と結論付けたんでしょう。そう、食事をするのは2名だけ、つまりお金を払ってくれるのは2名だけだから2名様って言ったんです。この発想にはお客様の立場に立っているという視線がありますか、ありませんか。そう、一切ないんです。完全にお店の都合で考えています。実際には赤ちゃんにはおしぼりもお茶も必要ないかもしれません。しかし若いご夫婦が一緒に連れてきた赤ちゃんはこのご夫婦にとっては大切な子供です。それを人数に入れないなどというのはどういう神経かと思います。店にとっても間違いなく大切なお客様の一人と考えなければいけないはずです。その意識があれば赤ちゃんにもおしぼりもお茶もお出しするのは当然です。しかもおしぼり一つお茶一つ言う余計に運ぶことぐらい大した手間もコストもならないはずです。それすらできないのはどういうことでしょうか。さあ、このファミレスと好対照なのがオリエンタルランドが経営する東京ディズニーランドの中にあるレストランです。東京ディズニーランドはお客様志向が徹底していることに定評があります。今からお話しするこのレストランの対応の事例は以前他の本でもご紹介しましたが、お客様の立場に立つということがどういうことかを示すお手本のようなものです。私はこの話を聞いたとき本当に感動したんです。ある若いご夫婦が東京ディズニーランドにやってきてお昼時にレストランに入ったときのこと、ウェイトレスさんは当然二人掛けの席にご案内しました。さあ、するとご婦人は何を注文しましたか。そう、お子様ランチを2つ注文したんです。ウェイトレスはマニュアル通りにこう答えました。お客様、お子様ランチは6歳以上の子供様向けのものです。大人の方には量が少ないと思うので別のメニューはいかがですか。ここで明らかに落胆されたお子様のご夫婦のよ落胆された様子のご夫婦を見てウェイトレスさんはこう聞きます。お客様、お子様ランチを注文なさるのは何か理由があるのですか。さあ、するとご主人はどんな理由があるんだと話し始めましたか。そう、生まれてすぐ亡くなってしまった子供がいたこと。そう、その日は亡くなった子供の誕生日だっていうこと。東京ディズニーランドで3人で行くのを夢見ていたこと。生きていたらお子様ランチを食べさせてあげたかったことなどを話し始めたのです。ここでウェイトレスさんはどんな対応を取ったと思いますか。失礼いたしました。お客様、ご案内するお席を間違えておりましたと、二人をファミリー用の席に案内したのです。さらにファミリー用の席の一つを子供用の椅子に変更し、亡くなった子供のためにお水を含め、いくつコップを並べましたか。そう、3つのコップ、そしてお子様ランチをいくつ運んできた。そう、3つ。ご夫婦はどれほど嬉しかったことでしょう。これこそがお客様の立場に立ったサービスです。お客様の事情を察した途端、たとえマニュアルから外れることになっても最も良いと思える選択をしたのです。機転の利く素晴らしい対応だと思います。お子様が目の前にいるにもかかわらず二人分と平気で言うファミリーレストランと、お子様がそこにいなくても三人分を用意できる東京ディズニーランドのレストラン。その接客は天と地ほどの差があるだけでなく、企業の根本的な姿勢の違いを表しているのです。私は経営コンサルタントを仕事としていますが、ビジネスって本当に素晴らしいものだと思っています。それぞれの人が、仕事を通じてお客様や周りの同僚などに喜びや感動を与えることができるからです。ここに挙げているのは接遇の事例ですが、すべてのビジネスシーンに当てはまります。小宮一家、神様のサービス。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。